読売中高生新聞プレゼンツ実録レコメンリスナー事件簿この時間はリスナーの皆さんから身の回りで起きた事件にまつわるタレコミを募集し鬼デスコののりさんと新人記者の私菅優香が聞き込み取材をしていきますさあゆっのさん今日もよろしくお願いしますねお願いします さあ紹介した事件はですね厳格な編集会議を経て読売中高生新聞の本紙に記事として掲載されるかもしれません、うん、さらにネタを紹介された方には漏れなく番組オリジナル手帳をプレゼントいたします、はい、そして、えー、長らくお送りしてきましたこのコーナーですが、はい、なんと来週で最終回でございます ねえすごい、結構長くしし、ね、長くにわたってね、だってレコメの特集までたくさんしてくださってますしね、はい、い来週ですからね、皆さん、最後まで盛大に盛、ねはいええ、もう盛り上げていきたいと思います、うん、よろししくお願いします。<笑><笑> それではですね、今日も早速取材の方、事件の方のね、はい、取材をしたいと思います <laughs>、はい、それではゆかのすけさん、はい、メールの紹介お願いしますは,い、はい、今週は神奈川県ラジオネームねころんだねこさんからの情報です早速電話しましょうかえ、<laughs> ちょっと早くないですか <laughs> かここまでやってきたのに、ね、名残惜しいんじゃってすみません <laughs>、はい、メール内容いきます 先日学校の文化祭があり特に仲良しな友達もいなかったので1人で回ろうかと考えていたところ、うん、同級生何人かに声をかけてもらい一緒に回ることになりました<お>意外と共通の話題で盛り上がることができかなり親しくなれたので良かったなと思っていたやさき恋愛の話になりました自分と同じ雰囲気の人たちだったのですぐこの話題は終わるかと安心していると衝撃の事実が発覚しましたこれはね,んねコメンディスナーいつもね僕がいつも口をね、はい もうすっぱく五分の控えだって言ってるのに、ね、そこに手出しちゃいけないよっていう。そりゃそうよ。さあ、じゃ、行きましょうか。え、ラジオネーム猫論ン猫話を聞かせてくれ。もしもし。もしもし。あ、こんばんは。猫ちゃん。ね。こんばんは。いや、今いくつ?。十五歳です。高校一年生か。 はいいい高校年ででね文文化化祭祭きた何がいいって言えば仲がいい友達がいなかったのでっていうねいきなり僕は心奪われましたよ。でも今は普通に文化祭とかもできるようになってるのかないやあの今までだと保護者とかも呼んでやってたんですけど生徒だけで行いましたでもそれでもねやっぱりかったじゃんね優しい友達がいたね。はい でちょっと心許しちゃったんだ。はい、まあしたらやつらすぐ恋愛の話ぶち込んできて。<laughs> はい。で,で何が何があったら聞きましょうか菅井さん、うん、じゃあ。あまずあの二日間あって、うん、あの二日目にあのまず一緒に。 回ってた友達の一人が、あの女子と回るからって言って、いなくなっちゃったんですよ。おいおいおい、頼むぜ。それで、あいつ彼女いるのかなみたいな話をしたら。あの、まず、あ、四人で回ってて、あの、僕以外の残り二人が、まず一人が。え、俺は彼女いるよって言って。もう一人は、え。 前付き合ってたよって,言って自分だけ一回も付き合ったことないっていう状況だということでいやそこでわかりましたそれで素直にさはい猫なんの猫は言ったんだ俺は彼女できたことないみたいないやなんとかごまかしました <laughs> 多分多分それごまかせで切れてないと思うよ<え>ね。 今留学してるとかそういう感じのねでも早い高一でなんかすごい思わせるですねちょっと心許したらこれだもんなはいそっかでも驚学ってことかあはい好きな子とかはいるのいや今のところいないですねまあまだ高一だしどんな子が好きなのよえ優しくてまあ元気な人が優しくて元気元気 いいそうううだけどねわとかでしょややっぱりあ、はい、やっぱぱりりはい素直なんだねでもなんかその全然気にしなくていいんじゃないかなって私は思っちゃうすいやでもあるのよなんかこうしかもねせっかく仲良くなれたと思ったのに急にそういうことあーちょっとなんか違うんだやっぱり違うんだなっていう,うになっちゃうんですよ <laughs> えむしろ聞いちゃダメなんですかもう開き直って「いやまだできたことなんか紹介してよ」とか「どうやってできるの?」みたいな。あー そ,そういうのはやっぱそれを言えるまでには五年かかるな、うん、<laughs> あそういう感じなの。いやでもどうそれその作戦は使えないの？紹介してよって。いやあのどうやったら持てるのって聞いたんですけど<ー>あのわかんないって返されました。<笑><笑>それ困る <laughs> え。でも本当にわかんないと思うやっぱりそのどうしたら持てるこうしたら持てるってやっぱりないんだろうね。 はい。のりさんはどう思いますか？え、俺、俺はこれ見たことかってやっぱ思うよね。そのちょっと仲良くなって気を許したらこれかっていうね。だから全然俺一人のが今楽しいしって言ってた気がすんな。その彼女とか作るとさ、なんか自由聞かなくないじゃんって泣き流れてるも俺一人全然楽、楽でいいもんね。バレバレ。 <laughs> まあねまあでも妥協して付き合わなくても本当に好きな子ができたらアタックしてみたらいいんじゃないですかいや,いや,いや妥協も大事じゃないですか、はい、お互い触ったことだよね向こうもどうして妥協するんだろうと思ってさ <laughs> <う>俺ぐらいで手打っとけばっていう <laughs> ねどう, <laughs> そ,うそれでそれがくどき文句で俺で手を打てばってどう <laughs> あ それでやってみます。だめです。責任は追いかけるけどね。まあ、そのぐらいの気持ちでね、ちょいチャレンジしてもらいたいね。三日助さん、こんなさん、寝転んだ猫に何か一言ありますかね。はい、じゃあ、いいですか。います。じゃあ、寝転んだ猫、彼女できるよ。にゃんばりき。でた。ありがとうございます。出たにゃんばりき。メったに出ない。ね。 ありがとうございます。嬉しいには嬉しいにはいっとくじゃあネコロの猫も。あ、僕がですか。うん、行くぞ。じゃあネコロの猫どうぞ。嬉しいには。ありがとうございます。また何かあったらメールください。はい、わかりました。はい、失礼します。はい、ありがとうございます。失礼します。いや、にゃんばりきがあればいいでしょ。やっぱ猫好きなんでね。にゃんばりされれば百万ばりきでしょ。もうね、猫と。百万にゃりきで。百万にゃりきで。 <laughs> よくわかんなくなっちゃったけど、ええ、さあ、というわけでございまして、はい、ありがとうございます。はい、皆さん、これまでたくさんのタレコミありがとうございました。来週はこのコーナーが最終回ということで、これまでの感想をお願い、<あ>お待ちしています。たっぷり紹介していきます。受付メールアドレスは<あ>レコアットマーク。ジェオキドットネットです。件名のところに事件簿と書いて送ってください。たくさんのアドバイスだったりさ、うん、相談とかさ、やっぱ乗ってきたじゃない。で、その後どうなったかとかさ。 またこんなことで悩んでますとかっていうのも欲しいよね,ね<ー>みんなねいっぱい送ってほしいです、ね、今現在どうなのかえー、たくさんのメールをお待ちしております<ー>そして今回取材した内容は YouTube の文化放送チャンネルでアーカイブ配信されますのでそちらもチェックしてください